はい、皆さんこんにちは、品川です。本日は長崎県は平戸に来ております。今正面に平戸城と平戸大橋が見えておりますが、今日は平戸を散歩していこうと思います。現在いるところは地図で見ると大体この辺りです。はい、平戸オランダ商館正面から今日の散策をスタートしようと思います。はい、平戸オランダ商館です。この平戸という町はですね、長崎県における元祖超国際交流都市と言っても過言でないんですけども、以前ですねオランダの方々がここで商館を作ってですね貿易活動をされてたという。中は資料館になっていて入れるんですけど、僕も2年前に平戸に訪れた時に中入ってですねいろんな資料拝見しました。日本とオランダの交流の様子がよくわかるんですが、これはですね1639年に築造された倉庫の多分復元かな。で、V 字工跡ということでいろいろ細かい遺構なんかも残ってると思うんですが、はい、これはね倉庫の復元を今資料館として、活用というか今ねなんかいろいろ展示されてるんですけども、そう、そうなんです。オランダの方々が平戸で活動生活しておりました。いろいろいっぱい展示物がありますね。これもちょっと見ていきましょう。よ、オランダ街道ここに始まる。おお、オランダ街道、これあれかな、多分長崎まで続く街道な気がするぞ、おそらく。そうそう、よいしょ、歩いて帰ろうかな、このまま動画撮りながら。ここにも説明板がありますね。いっぱい歴史的な遺構が残っているようです。そうそう、よいしょ、ここにも説明板がありますね。この倉庫を作ってよし本格的に貿易頑張るぞってなった時に、あの幕府から倉庫取り壊せって言われてですね、倉庫にですねあの西暦が書いてあってですね、その西暦が、西暦ってキリスト教に関連する暦じゃないかっていうちょっとイチャモンをつけられてですね、倉庫破壊されて平戸からですね長崎の出島に移動してそこで活動しなさいっていう、そういう命令を出されてしまってですね、泣く泣くオランダの方々あれなんです、長崎の方に移ることになるんですけれども、よいしょ、それが17世紀の話ですね。で、オランダ井戸、説明板を読んでいきましょう。よし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 。多分当時も使われてた時代の当時の井戸が今も残っているということで、ちょっと GoPro 落ちないように気をつけつつ、すごいですね、いろんな遺構が残ってますね、オランダとの交流。そう、平戸はですね、本当元祖スーパー国際交流都市でございまして、最初はオランダ商館から今見始めたんですけど、一番最初にやってきたのは多分中国とかかな。中国との交流もあり、ポルトガルとの交流もあり、オランダとの交流もあり、あとイギリスの商館も立ってたのでイギリスとの交流もあり、昨日ですね資料館見せたらイスパニアからも人が来てたということで、スペインとの交流もありということで、いろんな交流が、国際交流が生まれた元祖スーパー国際交流都市平戸でございます。オランダ塀ということで、石段に沿って続く漆喰で塗り固められた塀は通称オランダ塀と呼ばれています。おお、すごいヨーロッパっぽい感じですね。ちょっとだけ上上がってみてみましょう。よっよっ、左はなんかジャパンっぽい石垣ですけども、右手の、おわすごい感じが、ちょっと洋風な感じがするのかもですね。すごい、オランダ塀、こう高く積まれてるのがあれですね、なんかなんだろう、やっぱ異国の地で活動するのでちょっと気が緩まない感じもして、高く塀を建てたのかななんて想像も
炊き立てられたりもしますが、よいしょ、この鍋を見てきましたが、今日はですね、だいたい平戸の街並みをお散歩しつつ、海なんかも眺めつつ、街並みを楽しんでいこうと思います。よいしょ。そうそう、平戸はですね、私も3度目 ?4 度目ぐらいの訪問なんですが、街並みが本当に良くてですね、その風情をちょっと皆さんにお伝えできればなと思っております。よいしょ。左の方行くとね、海なんですけど、あ、どっちから行こうかな。まずこの街並みから歩いていきます。そうそう、町屋風で言っていいのかな、ちょっと詳しいことは存じ上げないんですけども、こう昔ながらの趣が残った家々が今も立ち並んでいて、すごいグッときます。雰囲気がね、いいんですよ。ごぼう餅、看板が出てきましたが、そう、平戸のね、お土産お菓子といえばカスドース、ごぼう餅、いろいろ平戸メーカーがございます。そうそうそう、特に以前ですね、平戸にお仕事の関係で来た時に、平戸地元の方からお土産でですね、ごぼう餅いただいて、ごぼう餅って何かっていうと、ごぼうが入ってるわけじゃないんですけど、なんていうんですかね、もちもちしたもちもちした実物で見せた方がいいかもしれないですけど、皆さんごぼう餅で検索してみてください。もちもちしてて美味しいお菓子なんですけど、あれを食べた時に感動してですね、昨日ごぼう餅買いました。で、平戸はですね、お菓子文化が非常に素晴らしくてですね、長崎でもうカステラだったりいろんなお菓子あって、かつ老舗のお菓子屋さんもたくさんあるんですけど、平戸もですね、めちゃくちゃ古くからやられている1502年とかかな、創業の超老舗のお菓子屋さんがあったり、で昔平戸のお殿様、松田家のお殿様が100種類のお菓子作ってくださいね、作り方まとめてくださいねみたいな、こうお達しをですね出して、百花の図っていうお菓子レシピ集的なものを作らせたりですね、それが多分江戸時代かな、めちゃくちゃお菓子に気合が入っている文化歴史があるんですけども、そうそう、美味しいお菓子がたくさんあります。お腹空いてきました、お菓子の話してたらでね、今平戸の中心部って言っていいのかな、中心ストリートをプラプラと歩いております。よいしょ。で、しばらくしたらちょっと右折してですね、松田資料博物館っていう、昨日僕も行ってきたんですけど、この平戸松田家のにまつわるいろんな貴重な資料が所蔵展示されている資料館があってですね、そこのちょっとところまで行こうと思います。よいしょ。平戸の朝の平戸、雰囲気はこんな感じでございます。爽やかですね。で、来た来た、よいしょ、ここで、よいしょ、あとでね、また向こうの海が見える海岸沿いに行くとして、よいしょ、正面に出てきました、松田資料博物館。この地で活躍したいろんな偉人の石像が書かれていますが、あ、これザビエルさんですね、イエズス会宣教師ザビエルさん、はい、1550年に平戸に内向されまして、布教活動されてですね、平戸でもキリスト教が非常に栄えました、ザビエルさん。そしてザビエルさんが来た以降に定期的にポルトガル船も入港するようになって、平戸は非常に賑わった、活気が出てきた、そんな感じでございまして、これはですね、王直さんですね、平戸にポルトガル船を導いた貿易者王直さん、かっこいい、
すごいですね、いろんな国の方がね平戸を訪れてますからね。で、今こう看板いっぱいありますけども、平戸ですね、見どころがですね半端ないんですよ本当に。以前2年前平戸に来た時、時間がなくて平戸回りきれないっていうギブアップ音を上げた動画を上げたんですけども、はい、松原資料博物館やってまいりました。この方はどうも、よいしょ、松原貴信さんでございます。25代の、領主ということで、貴信さんです。ポルトガル戦をねこう入ってきた時に領主だった、方ですね、貴信さん。この三つ星が松原家の家紋になっております。よいしょ、どうも、よいしょ。いろんな貴信さんはじめいろんな方の活躍で平戸が繁栄いたしました。で、この先行くと資料館になっております。もうね、展示がですねめちゃくちゃ充実しているので超おすすめです。あとですね、茶室があってですね、お茶いただけるんですけど、めちゃくちゃねおすすめです。茶室行くの要予約なんで、皆さんぜひね営業時間とか予約必要な場合は調べてから行っていただければと思うんですが、あの、そうそう、松原家の藩主さんが結構お茶に力を入れててですね、あの、陳新流茶道っていう自分の名を冠した茶道っていうか陳新流かなのお茶のこう道も極めるというか、そういうのを始めるぐらいかなりお茶に、力を入れしたあの漁師さんがいてですね、その陳新流で入れたお茶と平戸の先ほど申し上げた100種類のお菓子をねまとめて作ってまとめた百花の図から現代にこう復活させたお菓子を茶室でいただけるんですけど、めちゃくちゃ良かったです。あの、時期によって営業時間とか出しているお茶とかお菓子の種類変わると思うので、ぜひぜひ調べてから行っていただければと思うんですけど、資料館&茶室超おすすめです。そして足湯があって、今ちょっと使えないんですけど、足湯、そうそう、平戸温泉湧いてるっていうね、嬉しい偉人がいたので紹介しましょう。あ、ウィリアム・アダムスさん、リーフデ号の乗ってきた方ですね。日本名三浦安仁ということで平戸にやってきた方でございます。ウィリアム・アダムス、すごいですね、偉人がたくさんいる偉人道路ですね。もう一方、この方はどなたでしょうか。はい、ジャックス・スペックさん、初代平戸オランダ商館長、初代、これはこれは初代とここでお目にかかれるとは光栄でございます。初代はジャックス・スペックさんというんですね。なるほど、平戸オランダ商館は長崎のオランダ商館よりも早くて、そして平戸オランダ商館の初代ってことはオランダ商館の本当のっていうかスーパーオリジナルの方ってことかな。本当の初代の方、光栄ですね。日本とオランダの交流の200年以上にわたる交流の端緒、初代を開いた方ということですね。この方はリチャード・コックスさん、初代平戸イギリス商館長ということで、イギリスとオランダバチバチライバル関係で、あの、戦ってたんですけど、戦ってたというか競い合ってたんですけど、イギリスさんはオランダさんに敗れて平戸からは撤退することになったんですけれども、さてさて、平戸港交流広場にやってきました。もう一人偉人がいますね。今日偉人をひたすら紹介していく感じになっておりますが、この方は、はい、東アジアの英雄慶聖子さん、すげー、
いや素晴らしいですね。偉人いまくりですね。ちょうど今地図があるのでどこにいるかを見ていきましょう。影が入っちゃう、影が入っちゃってごめんなさいなんですが、今どこだ、今はこの辺りかな。こう歩いてきてここにいて、この後ですね、寺院と教会が見える風景があるところに海岸を見た後に行こうと思います。海岸というか海辺かな。はい、平戸海、木晴れ平戸海ということで、あ、お相撲さん、あ、お相撲さんのあれかな、応援用の多分メッセージボード的な感じだと思われますけれども、よいしょよいしょ、どっから抜けられるんだろう。ここから行けますね。これ車両の通行禁止ということで、ここは行けますね。よいしょ、海岸沿いにやってまいりました。よっこいしょ。はい、平戸のフェリーターミナルがあって、ここからいろんなところに船でフェリーで出かけられます。そしてちょうどカメラ真ん中ぐらいに平戸城が見えてます。2年前に自分が訪れた時は工事中で見れなかったんですけど、今はですね工事も終わり、新しい展示が見ることができます。昨日僕も訪れたんですけど、すごいね勉強になりました、アンド面白かった、アンド景色がめっちゃ良かったです。あのね、天守閣っていうか、あの高いところからこの平戸の街を眺められてですね、非常に良かったです。綺麗な街だなと思って。世界遺産にもね認定されましたからね、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺跡を巡るということで、平戸は行きつきかな、行きつきじゃないや、どこだ、中江ノ島、この辺りが世界遺産登録エリアということで、そうそうそう、世界遺産関係でも平戸は巡りたいっていう、平戸はあと2回3回いやいやもっとたくさん訪れることになりそうです。いや見どころがね半端ないんですよ。元祖スーパー国際交流都市としての平戸、そして東アジア、アジアとの関係性で見るそういう歴史文化としての平戸、そして佐渡お茶の歴史と、お茶といえばねお茶菓子ということで、お菓子も非常に関連してくるので、お茶、そしてお菓子の歴史としての平戸、見どころがありまくりですね。また銅像が出てきました。ジャガタラ娘像ということで、ジャガタラ、今のインドネシアだと思うんですけども、そこにこう多分渡ることになった女性たちの物語だと思います。長崎の外国人に関係のある女性32名がジャガタラに追放されたということで、そういう悲運の物語もある感じかなと思っております。そしてポルトガル船入港のということで、1550年から64年までほぼ毎年平戸に入港したんですけど、そうそう、ポルトガル人船員と平戸住民の間で起こった宮の前事件の現場、この辺りの、そうそうそう、言葉が通じなくてちょっとねいざこざというか喧嘩になって血が流れる喧嘩が起きてしまったんですけど、この辺りっぽいですね現場が。こんな船で来てたんですね、すげー立派な船でございます。そう、結構その日本とオランダの貿易とか日本とポルトガルの貿易というと皆さんすごい長い距離を航海してどんぶらこどんぶらこしてやってきたのかなって思う方もいるんですが、基本的にはですね、長崎、日本と、マカオ、日本と、今のマレーシア、マラッカとか、日本とインドネシアのジャカルタみたいに東南アジアの国にと日本をつなぐ貿易を、ポルトガルの方とかオランダの方とかされていたということで、直でヨーロッパに帰るわけではないんですよね。
そうそう、あのヨーロッパから、これポルトガルの場合なんですけど、ポルトガルからインドまでがメインの、なんて言うんだろう、線、メイン本線。そっから、インドから東南アジアに伸びるのがまたこうサブの線、支線。それで、東南アジアから中国、そしてまた中国から日本っていうのがまたサブの線、サブの線ということで、本線があって、そこから先にサブの線がどんどん伸びて、最終的に日本にたどり着くみたいな、そんなイメージでございます。そうなんです。そうだから、イメージ的には西九州新幹線で長崎まで行って、路面電車でちょっと移動して、また路面バス、あの普通の県営バスで乗って、また県営バスで乗ってたどり着いたらジャパンみたいな、一気にヨーロッパから、長崎日本に来てたわけじゃないらしいです。そんな話をしつつ、街はすっかりクリスマスモードでございますが、あ、この辺りは非常に古い街並みが残っていて、見応えが非常に良いですね。素晴らしいです。こういう街並みが大好きです。平戸、ちょっとこっちに渡ります。よいしょ。商店街で音楽が鳴っておりますね。雰囲気、気分はすっかりクリスマスな感じがしておりますが、この音が、あの動画に入っていろいろ引っかからないか今ちょっと不安になってきました。そうそう、音がね、いろいろありますからね、入り込みが。さてさて、めちゃめちゃ雰囲気いいロードにやってまいりまして、この後はですね、寺院と教会の見える風景ということで、今日のクライマックス行こうと思います。ちなみに今は2022年の12月の上旬なんですけど、ライトアップが非常にされてですね、昨日夜ねライブ配信で、あの映像を届けたりしたんですが、夜は綺麗にライトアップされてます、このエリアがですね。で、今から行くその寺院と教会が見えるところもライトアップされてました、昨日の夜。よいしょ。ということで、そろそろ寺院と教会が見える道にたどり着きます。階段を登ってですね、ちょっと息が上がらないか心配なんですけども、よいしょ。そうそう、元祖スーパー国際交流都市の趣を感じられる道で、教会とお寺が並んで見えるっていう非常に素敵な場所があるんです。いやいや、まあ、それを差し引いてもこの階段とこう石垣と雰囲気とめちゃくちゃ趣がある道でございます。そう、平戸のいいところはですね、こう当時の趣、面影を残す街並みがたくさん残っているのがめっちゃ好きですね。街歩きにとても最適なところだと思っております。はあ、階段登ってきました。ということで、はい、遠くに見えるのが教会ですね。そして手前に見えるのが寺院ということで、寺院と教会が一緒に見える道にやってきました。こんな感じでございます。よいしょ。いやー、こんな和風の渋い石垣の遠くに教会が見えるのすごいですよね。そしてこの先に行くと階段が続いているので、ちょっと息が上がってしまったので戻ろうと思います。振り返るとまたちょっと平戸の海が見えますけれども、また階段を降りてですね、海辺の方にちょっと行ってみようかなと思っております。よいしょ。朝の平戸、鳥が鳴いていて非常に爽やかでございます。いやー、旅行地に行って朝早起きして散歩する、ただブラブラ街歩きするっていうの
めっちゃいいなって思いました。かくいう私はあのですね、今朝寝坊して今多分9時過ぎとか遅い朝の散歩なんですけど、もうちょっとね早朝に起きて街中散歩するぐらいが、それがね楽しい気がしてまいりました。次平戸来た時は朝早く起きたいです。はい、少し歩いて海沿いにやってきました。天気が良くて波がね穏やかですね。こんな感じの平戸でございますが、自分がさっき言ったオランダ商館、気づけばだいぶ遠くまで歩いてまいりました。ちょっと遠目から見た平戸、こんな感じでございます。で、よいしょ、もうちょいお散歩しようと思ってですね、平戸市役所あたりまで行こうかなと思っております。正面に見えております建物がおそらく平戸市役所だと思うんですけど、平戸市役所のところにすごいかっこいい石橋があった気がするんですよね。そうそう、なんか、あ、てか倉庫言うてて目の前に現れてきたんですけど、もうちょっと近づいて見てみましょう。そう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 、なんか多分歴史の古いかっちょいい石橋があって、平戸市役所かっこいいなって思った思い出の思い出の石橋があってですね、それをちょっと見に行こうと思っております。どっから行くといいのかな、ここを渡っちゃおうかな、ちょっと一瞬ここを渡りましょう。よいしょ、松浦資料博物館、さっきね入り口まで見に行きましたね。よいしょ、昨日じっくり見たんですけど最高でございました。よっ、ということで市役所の正面近くに近づいてまいりました。何橋かな、あの橋、確かさっきパンフレットをちらっと見た感じだと幸い、なんか幸せみたいな、幸い橋みたいな名前だったような記憶があるのですが、記憶が定かではございません。ちょっと近づいて見てみましょう。よいしょ、あ、ちょうど信号が変わりそうです。よいしょよいしょよいしょ、正面に見えるのは平戸市役所でございます。平戸市役所だと思われます。よいしょ、信号を渡って、お、あ、この柱のモニュメント、これ可愛いですね。なんだろう、オランダ関係かな、ポルトガル関係ですかね。非常に可愛いですね。こんなものを見つつ、よいしょ、橋、名前あるかな、書いてあるかな、あ、書いてない。これ市役所の入り口に石橋市役所の入り口に歴史的な石橋かかってんの、マジかっこよくないですか。ほら、市役所の入り口白やんっていう、平戸市役所かっこよすぎだろっていう、しびれますね毎朝何出勤するときここ通るってことですかかっこよすぎる。気分は江戸時代、お殿様のもとへ出社入場。もともとは多分城じゃないんだろうな、もともと何だったんだろう。よいしょ、おー、幸い橋でございました。へー、オランダ商館が築造した、石造りの倉庫の技法によって作られたらしい。おお、しびれますね。昔はここは何だったんですかね、多分お城じゃないと思うんですよね。あ、でも城か、城下図、平戸城か、なるほど。いや、でもこの門何だったんだろう。あ、でもこの先がお城か。あ、城だな。ここ城ですね。城の入り口だ、きっと、多分。この後ろにお城があるんですよ、平戸城。おそらくお城の入り口だと思われます。もし間違えたらごめんなさい。この丸とか三角のやつが、あの、鉄砲を撃つ穴なんですけど、なんか、怖いですね。市役所から撃たれる。冗談はさておき。よいしょ、石橋歩いて、で、
そろそろ宿散歩ももうおしまい頃なんですけど、なんかですね、あ、平戸ちゃんぽん気になる。平戸ちゃんぽんって書いてあります。平戸のちゃんぽんあるんですね。あ、そう、話が飛んだんですけど、平戸散歩ももうそろそろ終盤なんですが、昨日街歩きしてる時になんかね、あれなんですよ、スナックかな、飲み屋がこうたくさん立っている通りみたいなものを発見して、昨日夜行けなかったんですけど、ちょっとあの小道が趣ありそうな感じがしたので、そこをねお散歩歩きたいなと思って、その道を探しさまよい見つけたら今日の平戸散歩を終了しようかなと思っております。よしよし、ちょうど信号も青に変わりました。場所がですね、全然覚えてないんですよね、どこにあったのか。もうだいぶ通り過ぎちゃった可能性もあるんですけど、頑張って探してみようと思います。平戸市役所&幸い橋、かっこいいもんを左手に見ながら、私は昨日見つけたあの飲み屋エリア、今から飲むわけではないんですけど、あの探していこうと思います。なんかあったんですよね、小道が雰囲気のいい。お、どうもどうも、こんにちは。朝の毛づくろいしてましたね。人間も動物もおはようございますということで、どうしよう、カラスもこんにちはですね。よっ、でよしよし、あ、どこだったかな、平戸オランダイギリス商館配置で、昔この辺りにね、平戸イギリス商館もあったみたいですね。そうそう、街中に結構あんな感じの説明板がですね、結構配置されていて、あの歴史文化好き品川的にはとてもありがたいでございます。よいしょ、プラプラ歩いておりますけれども、よいしょ、平戸、昨日晩ご飯食べたいなと思っていろいろ調べてた時にですね、あ、また話が変わるんですけど、イギリス商館跡はこちらだそうです。はい、1623年に撤退できたのはいつだろう、1613年ですね。すごい、いやー、元祖スーパー国際交流都市平戸の本領発揮されてますね。国際交流の歴史だったり多文化共生の文脈が非常に、好き惹かれる品川としては、平戸はもうね、ストライクゾーン、もドストライクですね。安心の館、三浦安人さんだと思うんですけども、よいしょ、どこだったかな、飲み屋小道、飲み屋小道っていう名前ではないと思うんですけど、なんか見つけたんですよね。見つからない可能性が高い。よっ、千客万来。この平戸の面白いところはですね、古い町並みを保存している&、これ左手にあるの多分パチンコ屋さんだと思うんですけど、パチンコ屋さんも古い町並みに擬態してるっていうのが本当に素敵だなっていう、ありがとうっていう気持ちになりますよね。そこパチンコ屋さんだと思うんですよ、町屋風の。いや本当にね、その心意気というか、まあ条例とかがあるのかもしれないんですけど、心意気、あ、ちょっとここで渡ろう、その心意気に感謝しますね。そうそう、街の雰囲気を壊さないでいてくれるその姿勢、心意気、まあ多分条例かなんかで決まってるんだと思うんですけど、
当に私は感動しました。この辺りだった気がするんだよな。ここになかったら多分もうないな。あー、なさそう、とてもなさそうだ。ショック。飲み屋ストリート発見できなかったです。無念。また次回平戸に来た時に捜索しようかな。まだ諦めない。お、あら、この辺りかな。視聴者さんは一体何に付き合わされてるんだという気になると思うんですけれども、六葉か。あ、でもこの辺りで消しますね。お、見つけましたよ。ここだ。今夜町飲食店街通り、ここだ。そう、ここです。たくさんお店、飲食店が連なってる道進んでみましょう。おー、あ、こんな感じになってるんですね。いやー、夜ここで飲んだらかなり楽しいでしょうね。いろんなお店はしごして、長崎市でいう四庵橋銅座エリアみたいな、そんな感じですかね。長崎一の夜の繁華街、四庵橋銅座エリア。平戸のこの今夜町通りは、今夜町かな、今夜街かな、読み方間違ってたらごめんなさいなんですけれども、こんな感じでお店がたくさん立ち並んでおります。いやスナックとかはしごして飲むの楽しそうですね。ここで皆さん楽しく飲まれているのでしょうか、平戸の地元の皆様。さてさて、この辺りまでかな。いやー、よかったです、見つかって。昨日ちらっと歩いた時に見つけて、なんかどんな感じになってるのか見る時間がなくてスッと行ってしまったんですが、確認できてよかったです。いや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 、ということで平戸のお散歩プラプラとやってまいりましたけど、あ、今夜街ですね。街じゃなくて街って読むんですね。そうそう、街っていう漢字の読み方いろいろありますからね。おお、すげえ、この石橋突如現れた。川が流れております。あー、綺麗ですね。水が綺麗、水綺麗。ちょっと渡っていいですか。よいしょ。おー、何橋だろう。お寺へ続く参道の橋だそうです。法恩寺橋。へえ、試作したものと伝えられている。さっきの鞘橋の試作版らしいと伝えられているらしい。ほほほ、リハーサル大事ですからね、何事も。ということで橋を渡るという、そんな謎の時間もありつつ、はい、ということで今回は平戸の街をプラプラお散歩してみました。いかがだったでしょうか。何か感想やコメントがある方は下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とグッドボタン押していただけると非常に励みになります。ということで皆さん、また次回の動画でお散歩でお会いしましょう。ではまた。